全国のモルックファンの皆さん、おはようございます。モルックラブ JP ハルスピング場 KT です。今回サクランさんの大会ですね、続けて投稿しますが、今回ファーストラウンド1回戦の模様もお送りしていきます。はい、まあ、決勝とか準決勝はもうすでに出してるんで、ある程度ネタバレとかしてるんですけど、まあ、一応撮ったんでね、せっかくなら動画にしましょうということで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、ファーストラウンドは4人での対戦という形になります。で、これで合計2ゲーム行っての合計点が一番多い1人だけが準決勝に進めるって形なので、まあ絶対に勝たないといけないといった、ルール設定になってます。で、かつ特殊ルールとしては10ターンまで でゲームが終わりになるので、まあ、それまでに50点を取らないといけないと。10ターンまでに誰も上がれなかった場合は、まあ、その点数でゲームが終わるということになります。まあ、1ゲーム目は、やはり逆転ゲームのやり方、これも何回か説明しているとは思うんですけど、2ゲーム目に進むための切符を手に入れられるかどうかですね。まあ、最低限40点は取っておきたいっていった思いで、まあ、どのプレイヤーも挑んでいるとは思います。ここはロブショット失敗ですね。で、2ゲーム目になると順番がこの逆からになるので、ゲーム1、このゲームで先頭に立っているプレイヤー、あるいは2番目のプレイヤーっていうのは、なるべく点数を稼がれておかないと、次のゲームはフリーになってしまうと。まあ、1番になっているプレイヤー、まあ自分なんですけど、ここは取っておきたい。ですよね。森選手、ロブショット挑みました。ここは2本巻き込みます。さあ、17点で1つ頭抜けているハルスプリングですが、こう先ほどのロブショットで出た11番をしっかり取って28点にしていきます。まあ、この11番、もう2回取れればフィニッシュなんですけど、まあ、そう簡単にはやらせてくれないですね。さあ、しっかりヒッティングして11を押されていきます。まあ、4人だと、簡単に上がりをさせてくれなくなっちゃうんで、まあ、ゲームっていうのは単純に人が増えたよりも、まあ難しくなる、長くなるって感じですね。あんだけ11運べてしまうと挑戦はしづらいですね。大体10メートルオーバーのところまで持ってかれてしまいましたね。森選手挑みますが、ここはタッチしただけ、シルキータッチ。さあ、触っただけになってしまいました。これでは点数になりません。ハルスプリンガー11番行かずに6番から置きます。これ34点ですね。まあ、はっきりとした目は出てないですが、どこかで点数が出れば、フィニッシュラインも見えてくるといった形になります。阿部選手11番狙っていきましたが、これは外れます。岡田選手はバーティカル構えてますね。12番か、それとも9番か。どういう狙い方をしてくるか。これは間を置きました。ミスになります。さあ、ある程度点数が一つ抜けて離れているような状況なので、ディフェンスもしつつっていった形になりますかね。選手はここ7番を取りました。7番、6番が近づいてますが、ハルスプリンがどういう風な形で上がりを取れるか、まあ、どう考えているかですね。サイドバイサイド、7番取ります。これで残るは、手前右側には並んでいる8番、9番の9番ですね。まあ、バーティカルショットで取れなくはないって言ったところなんですけど、まあ狭いですね。阿部選手は6番です。まあ、そもそも難しいところなので、この9番っていうのは、あまり動かしてこないかなっていった気がしますね。うん、手前のところから寄せていこうといった形になります。さあ、こうなると12番が、
バーティカルで狙える形になってくる。他の選手にとっては点数取りたいところなので、これはチャンスになりますね。アルスピンが早めに上がることができれば、この点差のまま、まあ有利に2ゲーム目に入ることができるんですが、結局9番に行かなかったですね。12が近づきすぎたと判断して3本を倒します。まあ、そして右奥、右側に出ている6番。これをラストショットに選びました。この、は3本ですかね。10番狙いだったでしょうか。赤田選手は、フィニッシュラインになっている6番を押し込みに行きますが、これは外れます。まあ6番あの距離だとちょっと不安なんでね、ディフェンシングで押しておきたい気持ちもありますが、他の選手は自分の点数も取りたいっていうのもあるので、こうディフェンスに行きませんでしたね。ここは9番が倒れます。37点。まあ、37点ぐらいまでいけば最低限次のゲーム参加できそうだなっていう感じですね。20点ではもう厳しいですね。この6番を決めたい。1回で決めたいですね。しかし超えます。ちょっと浮かしてしまったか。こう1個外れると他の選手が点数取れるようになってくるんで、次のゲームの有利っていうのがどんどんなくなってくるんですよね。選手が10点を取ります。これで37点まで持っていきました。37点です。残り13点ですね。6番と、そして、右側奥の方、奥の右側の方ですね。7番が出てるので、これで13点を取ります。赤田選手はこれワンミス考慮して、もう大きい数字出していきましたね。まあ、ハルスピンが44点でもう点数詰まっているので、10点台。2桁の数字を出しても OK っていう形になってますね。森選手は6番プッシュに行きますが、これは外れます。さあハルスイング、もう一回6番行くのかそれともっていう形ですね。これは2本になりましたが、5番を狙ってきた形ですね。5番を狙って49点にして、もうこのゲームは49点で終わりにしようと、ストップにしようといった形になります。っていうのも、一番最初に説明した10ターン制限とかがありまして、今が8ターン目ですので、この8ターン目で何かしら当てていれば、あと2回は置いても大丈夫。いわゆる置くっていう、わざとミスをするっていう選択ですね。それができるので、5番に当てたら49点、その後は2つ置いてしまって10ターンを終わらすっていうようなことをしようとしたんですが、2本絡まってしまって46点になってしまったといった形ですね。まあ6番狙ってもよかったかなって感じはしなくはないですけど、森選手はバックハンドで8番狙いました。これ外れます。2本巻き込んで9点。9番ですね。狙いましたね。39点。アルスペリンガではフィニッシュのチャンスが回ってきます。4番。投げましたが、これは後ろの1番に行ってしまって47点。こうすると上がるのが難しくなってきます。残り3番はありますが、その後ろに10番がありますからね。オーバーフィフティの可能性も十分あり得ます。上選手は49点を、12番を取って49点にして、次のラストターンはもう投げないといった選択ですね。まあ、ファーストゲームなのでこういう選択ができますね。岡田選手は12点を取りました。10点ですね。10点を取りましたね。森選手、11番に行くかどうか。11番に行かず、10番を狙っていきましたが、これは外れます。森選手も49点で止めようといった感じですね。
で、ハルスプリングは3番出ていたんですけど、ちょっとオーバーフィフティの可能性を考慮して、これは投げませんでした。阿部選手も当然これは投げないと。で、赤田選手がラストショット10番。ここですね。まあ、3番投げてもよかったかなって気はしたんですけど、こういった時はリスクがでかすぎるんで、ちょっとやめました。さあこれでセカンドゲームに入ります。さあほぼほぼ4人とも点数は取れてはいるので、全員に可能性があるような流れになります。森選手は39点ですけど、先頭、このゲーム先頭ですので、全然可能性はあるんじゃないかなと思いますね。まず12本きっちり取ってきました。赤田選手はいきなりバーティカルショット構えます。この8番、8番きっちり仕留めてきましたね。阿部選手はどうするでしょうか。ここはセカンドブレイクですね。入って6本、まあいろんな数字が出たんじゃないかなといったショットですね。10番11番が出ているところ、ハルスプリング、ここは11番を取ります。まあ、点数としてはね、森選手以外はほぼほぼ並んでいるので、まあ、そんなにいわゆるセーフティーライン気にする必要もないんじゃないかなといったところですね。森選手は11番取ります。23点。まあ、リードを続けていれば、全然勝利もありえますからね。赤田選手がここも11番取ります。そして阿部選手ですね、ここは10番に切り替えてきました。さあハルスプリングはここも10番ですね。10番と11番が近づいて、まあ少し見えにくくなったかなといったところ。さあ森選手。これ10番取りました。これで33点ですね。まあ勝利に向けては残り17点。どういうふうに17点取りに行くでしょうか。赤田選手バーティカルに構えて7番を取ります。もう狙えないよ。これで7番も難しくなったか。阿部選手は5番をしましたね。まあ、森選手の残り17点というのが5番と、あと右側並んでる12番、これがバーティカルで取れるかなといったところなので、まあ、まずは5番をちょっと押し込んで難しくしたいなといった感じで、共通意識は他の選手にありましたね。ハルスプリングを5番を押してこの位置、まあ右隣7番があるぞっていうような状態に並べていきました。森選手多分その5番に行くんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか。うん、これきっちり取りましたね。ラスト12番に向けてのこのラストセカンド、ここを取っていきました。この12番はちょっとね、ディフェンスはしづらいので、このまま置いとく形になるのかな。まあ、ディフェンスするとしたらその周りにある、まあ、3-1のここら辺ですよね。からディフェンスをするっていうような選択になるんですが、あまり寄り切らない。あまり動きはなかったですね。ここは2本になります。
さあ、これなんとかディフェンスしていくしかないかなといったところなんですけど、まあ自分のフィニッシュラインも行きたいので、ディフェンスするしないの選択もそもそもありますね。アルスピンク、ここはディフェンスには行きませんでした。で、多分8番狙いだったと思うんですが、これは2本になります。森選手、ここで12番ですね。バーティカルに構える。取れば1回戦突破ですね。ショットトゥセミファイナル。これを取りました。ファイブターンエース。ファイブターンエースが久しぶりに出ました。5ターンで締めてこの点差ビハインド逆転した森選手が準決勝進出という形になりました。はい、ご視聴ありがとうございました。